マレージョナ・サン・ゴールドは、イングランドの舞台、映画、テレビ音楽作曲家兼劇場、ラジオ脚本家。SF ドラマ、ドクター、フーの音楽監督と作曲家を2005年から2017年まで担当していたことで有名である。英国アカデミー賞に5回ノミネートされている。ポーツマスで、ユダヤ・京都の家庭に生まれたゴールドは、当初職業としてのドラマを追求し、 趣味として音楽を書いて演奏していたが、ケンブリッジ大学のフットライツでミュージカルディレクターになった際に音楽を主軸へ切り替えた。ゴールドはオリジナルテレビ音楽部門で英国アカデミー賞に5回ノミネートされており、その内訳は、巨栄の詩、英国版、クイア・アズ・フォーク、カサノバ、そしてドクター・フーで2回である。英国アカデミー賞を受賞した。 映画、キスオブライフでは2003年に、オーバーニュで、フランス人審査員により、第7回芸術モーツァルト賞を受賞した。また、彼は、ロイヤルテレビジョン・ソサエティによりテレビの音楽に関連する部門で4回ノミネートされた。彼は、ドクター・フーのかつての脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーであったラッセル・ T ・デイビスと過去に何度も共同で働いていた。具体的には、 カサノバやザ・セカンド・カミング、クリストファー・エクルストンが出演及びクイアーズ・フォークのシーズン1から2がある。また彼はランドル・ホップ・カークでも付随的な音楽を担当している。同作ではシャーロックの音楽監督でも知られるデビッド・アーノルドがテーマ曲を担当した。ゴールドはチャンネル4のシリーズ恥は書き捨てのテーマ曲を作曲し、 時代劇ザデビルズファーの作曲を担当した。その後ゴールドは BBC1 で放送されたデイビッド・テナントのもう一つのシリーズシングルファーザーでも作曲を担当。オーケストラ用に曲を書くよりもよりポピュラーな音楽スタイルのアンサンブルを選んだ。2012年からマレーゴールドはラスト単語インハリファックスで。2014年には BBC のテレビドラマママスケティアーズ 三重四で作曲を担当した。2019年、世界の政治的、文化的、技術的変化が、どのようにあるイギリスの家族に影響を与えたかを描く、ドラマイ e ーズイヤーズで、デイビスと再び手を取った。2005年から2017年までゴールドは、BBC の SF ドラマ、ドクター f で音楽監督を務めた。彼は、 ロングレーナーが作曲したドクターフーのテーマ曲をアレンジし番組の付随的な音楽を作曲した。ゴールドが作曲した第一シリーズと第二シリーズの音楽はドクトルフーオリジナルテレビジョンサウンドトラックというタイトルでシルビアスクリーンから2006年12月11日発売された。第2弾ドクトルフー オリジナルテレビジョンサウンドトラックシリーズ3は2007年11月5日に、第3弾、ドクトルフー、オリジナルテレビジョンサウンドトラックシリーズ4は2008年11月に発売された。また、彼は2007年クリスマススペシャル、呪われた旅路でドラマ本編へ、わずかな亀面出演を果たした。さらに、2008年から2010年にかけての、 スペシャルシリーズの音楽は2010年10月4日にドクトル・フー・オリジナルテレビジョンサウンドトラックシリーズ4ザ・スペシャルズというタイトルで発売され11月8日にはドクトル・フー・オリジナルテレビジョンサウンドトラックシリーズ5というタイトルで第5シリーズのサウンドトラックが発売されたゴールドがアレンジしたドクター・フーのテーマ曲は当初オリジナル版で 使われていたミドルエイトの部分がなかったが2005年クリスマススペシャルクリスマスの侵略者から復活したゴールドは番組の様々なエレメントに合わせてテーマを作曲しておりこれにはドクターのテーマ2曲ローズ・タイラーマーサ・ジョーンズドナ・ノーブルガリフレーマスターアストリッド・ペスサイバーマンダーレクがある2010年には第5シリーズに向けて 再び、ドクター風のテーマ曲をアレンジした。2010年のシリーズでは9代目ドクターと10代目ドクターのテーマ曲に置き換える形で11代目ドクターのテーマ曲を作曲したほか、エイミー・ポンド、サイルリアン、ダーレックのテーマを作曲した。また、サイバーマンのテーマは、続投し、コリドーズ・ファイア・エスケイプスやオール、ザ・ストレンジ、ストレンジ・クリーチャーズなど、再登場した音楽もある。 ドクター・フーの2005年シリーズの彼の音楽は、サンプリングされた音に大きく依存していたものの、クリスマスの侵略者以降番組の彼のその後のアレンジはオーケストラによるものとなり、しばしば BBC ウェールズ交響楽団によって録音され、メラニー・パッペンハイムラのボーカルで補われた。オーケストラナンバーで最もよく知られた一つ、キャサリン・ジェンキンスによるアビゲール・エッソングで、 2010年クリスマススペシャルクリスマスキャロルで使用され、サウンドトラックは2011年3月に発売された。オーケストラの曲は予算が潤沢であることも手伝って1963年から1989年のドクターフークラシックシリーズとは大きく対照的である。またゴールドはドクターフーのスピンオフザサラ・ジェーン・アドベンチャーズや 秘密情報部トーチウッドの音楽も手掛けており、校舎ではベン・フォスターと共に働いた。秘密情報部トーチウッドのサウンドトラックはトーチウッドオリジナルテレビジョンサウンドトラックというタイトルで2008年8月にリリースされた。彼はドクター風のテーマ曲をアレンジしてトータリードクトル風やドクトル風コンフィデンシャルの使用にもした。2008年の BBC プロムスでの マレーゴールドゴールドは、ドクターフーの音楽のスペシャルライブコンサートを3回、開き、アレンジとオーケストラの演奏を行った。第1回のドクトルフー、A セレブレーションは、カーディフのウェールズミレニアムセンターで2006年に、第2回の2008ドクトルフープロムは、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて2008年7月24日に、BBC プロムスの一環として、 第3回2010ドクトルフープロムは再び同会場で2010年6月24日と25日に BBC プロムスの一環として開催された。2010年3月には彼のドクターフーサウンドトラックがその年の2番目に優れた新エントリーとして英国のラジオ局クラシック FM の栄誉殿堂となった。2011年にも殿堂入りのままを維持したが3ランクダウンした。 ゴールドは2018年2月に2005年から音楽監督を務めていたドクターフーの作曲家を辞任した。第11シリーズの音楽はセグン・アキノラが担当した。ゴールドは数多くのイギリス映画やアメリカ映画で作曲しており、英国アカデミー賞を受賞したキス・オブ・ライフやハウエルズ家のちょっとおかしなお葬式ミスチーフ・ナイトなどがある。2001年には2000年に ラジオ3で放送された、ラジオエレクトリシティが、イミソン賞を受賞。2011年のイースターの土曜日に BBC ラジオ3で放送された、ラジオカフカザムシカルには、デイビッド・テナントが出演。2013年ティニス・ウッド賞、オリジナルラジオドラマ賞を受賞した。ありがとうございます。